経済協力開発機構は2021年12月グローブルールと呼ばれるグローバル税源侵食防止ルールのモデルルールを公表しました。各国での法制化適用にあたって企業においてはその複雑なルール導入への対応が課題となっています。本動画ではグローブルールに対応する情報申告に向けたフローのうち、決算準備段階における情報収集データ加工のためのテクノロジー活用イメージをお伝えします。決算準備段階における情報収集やデータ加工の際、各企業での既存の利用システムに加え、適切なツールを組み合わせることで作業をより確実かつ効率的に実行することが可能となります。それではグローブ情報申告準備におけるテクノロジー活用例を具体的に見ていきます。ステップ1では納税影響額の試算に必要な情報の準備として基本となる連結会計データの確認を行います。こちらは連結会計システムから出力した会計データの CSV ファイルになります。ファイルの中には連結会計システムからグローブ情報申告における試算に必要な情報が出力されています。説明の便宜上一つのファイルとしていますが、期間や科目別など複数ファイルに分かれていることもあるかと思います。その場合でも後ほどご覧いただくツールで結合し処理を行うことが可能です。続いて質問票ファイルを確認します。こちらは連結会計システムからだけでは足りない情報を収集するために使用します。ステップ2では申告に必要な情報を収集するための質問票ファイルを通じたデータの収集とその一元管理を行います。今回は当法人の海外税務リスク管理システムタックスオペレーションズマネージャーを使用し質問票ファイルを収集します。まず担当者が質問票をアップロードする流れをご覧いただきます。該当するタスクを選択し入力済みの質問票ファイルをアップロードします。こういった仕組みによって情報収集を行う利点としては、オペレーションを統一することによる作業ミスの削減や一元管理の実現による信頼性の高い情報の蓄積が挙げられます。タックスオペレーションズマネージャーは企業における多くの関連部門、関連会社、社外組織との情報連携において情報ハブとなるプラットフォームです。海外事業展開する企業にとって税務ガバナンスリスク管理上、各拠点の税務に関する情報収集や各拠点との緊密な連携は不可欠です。こうしたツール活用によって人的な作業ミスの削減や効率的な情報共有を図ることが可能となります。ステップ3では基本となる連結会計データと収集した質問票ファイルのデータを結合し集計します。今回は ETL ツールを使用してファイルの結合・集計を行い、整形した結果のファイルを作成します。ファイルの加工を行う際もツールを活用することで決まった手順で確実に実行されますので、品質が均一化され作業時間の削減にも貢献します。ステップ4では試算結果の分析と見える化を行います。ここまでの定型化やデータ化、そしてテクノロジーの活用により既存の連結会計システムや収集した情報を連携し効果的に活用する土台が整います。データを試算結果やインパクト分析のビジュアライゼーションの仕組みとつなげることで誰もが容易に情報を確認することが可能になります。私たち PWC 税理士法人は前述のツールを中心とした数々のテクノロジーを活用し、グローブ情報申告対応だけでなく企業グループ間の税務情報を効率的に管理活用するための体制構築を強力にバックアップしていきます。担当チームまでぜひお気軽にご相談ください。